声でかいんだ。おお、なんかぶつけちゃ、待って、大事件起きてない？目の前で。え、ヌプスマ？こちらこそ大丈夫ですか？え、違うわ。今大丈夫、大丈夫、大丈夫なんだ。田代さん？怒ってないですよね。いや、確実に怒ってるよ。誰ですか？いや、これ待って、この人危なそうだ。怖い。待って、現在進行形でなんか起きてね。行かれてるからさ、これちょっと対処したくない？いや、対処しよう。探そう。バイク乗ってんだ、完成。おい、なんか乗ってきたっす。バイクいいの？ここにあるから、川瀬。これいいの？そんなものは闇にだ。なんか言ってるよ。川瀬いないかもしれない。これ薬物売られたでしょ。怖いわ、薬物。こいつ薬物やってるわ。ちょっと待って。ガチでやってるわ。おい、なんかやってるやついない？またコンビニ前。もし、あの GO、あ、消えた、現行犯。おい、現行犯で消したら、もう引き殺せもう。おい、まず何してんのかな？はい、何してんのかな？何してんのかな？あら、こんにちは。何してんのかなぁ。おい、さらっちまえ、こいつ。それ俺。うちの島で何しとんねん、話やな、これ。何してんの？敵がよく。あずちゃんの清掃員ですよ、仕事は。清掃員？何やってんの？清掃員がそんなヒール吐くかよ。OK、じゃあ一回連れてくか。OK、何やっとんねん、これ。最低、この人たち。いえいえ、何が清掃員で？何がっすよ。ですよ。ギャングしてんの。トリマートリマー、トリマ港、トリマ港。一体か。トリマ港だわ、これ。コンクリあったっけ？余ってたっけ？なわけないじゃないですよ。ドラム缶とコンクリあったっけ、まだ。怖すぎ。ちょっとさ、ギャングに捕まったんだけど。ここじゃね？あ、なんか喋ってんな。あ、かわしてっか。かわしてるべ。ゴッドにさ、捕まってる今。拉致されてるわ、今ね。黙らせろ。今ね、これ、川に捨てられそうになってんだけど。待て、持ち物検査、まず。オッケー、見るわ。確かに。持ち物でさ、あれやったらさ、警察突き出すか。あ、売り飛ばすね。あ、そうだね。タバコ11本。ピストルアーム62発。タバコ吸いてよ、俺タバコ吸いてよ。銃は持って、茶缶持ってね。あ、ライセンスある？ないね。押収させた方がいいんじゃない？これ。通報して。確かに、押収させるか。私、警察にさっき捕まったとこなんで、何にも痛くありません。仲間呼んだの？呼んでないです。あ、もうこの仲埋めとこうぜ。仲間ごとしょっぴきゃよくね。確かに。いや。通報内容は川の底に女の人がいます。ちょっと電話できないのでスマホ取っとくわ。あなたたち、男4人で女の子を川に沈めて、そんな人生でいいんですか？お前なんか女の子見てねえよ。何言うとんねん。わろた。ねえ、私バイク置きっぱなしだよ。だるまさんに作ってもらったバイク。俺まさかこんな悪党にバイク作ってたとはな。お前敵にバイク売ってたんか。捕まえたらどうすんのが正解なんだろうな。なんで弾だけ持ってんの？え、銃持ってないの？銃持ってない、弾だけ。そんなことある？ガマイセス持ってないぞ、これ。え、でもさ、銃持ってないんでしょ？これが仕込んだのか、むしろ。懐に入れるか。銃突っ込んでいいか。押収されたんか、さっき。多分そうじゃない。でもなんで弾を押収されてねえんだ。弾はね、持っててもね、罪じゃないよ。あー、じゃあもう全部ひむいて捨てれば、川に。じゃあ弾だけもらっとくか。弾だけもらっといてじゃない？ダメです。何の音？なんか俺視界が終わってんだ。やっぱ。やっぱり？田代がいっちゃん怖い、今んとこ。じゃあ。田代はあった？田代がいっちゃん怖い。傍観者田代？ください。助けてください。また捕まえましょう、また。助けてください。あの、いいですか？この人たちに急にタコ殴りにされました。私、本当にさっき捕まったとこで。田代が一番捕まった方がいいかもしれない。あいつ危ないね。ついでに持ってっていいっすよ。どういう状況っすかね。暴行、急にリンチにされました。ここにヤクモベニーさんが拉致されたって通報を受けてきてるんですけど。拉致？拉致だ！拉致暴行です。ちょっと待ってくださいね。どういうこと？田代捕まってないの？何もし、田代捕まんだ。え、ここで見てただけだよね。田代いっちゃんえぐいからな。なんでこうなったか説明してくれる人います？はい、言わせてください。清掃活動をしてたんですよ。したら急に後ろから、おいこれっつって、なんかタコ殴りにされて。嘘しかつかねえな、この女。いや、マジかよ。なんでもありやん。てかさ、持ち物検査した方がいいんじゃないですか？すいません、ちょっと一回みんなチェックしますね。俺は見てもらって、俺は全然大丈夫なんで。全然見てください。全部見ましょうよ。ちょっと、すいません。ちょっと、一回この人降ろしていいですか？
俺肩の力だけで今。じゃあ一人ずつね、こっち来てね。ノンク、ノンク来た。あ、あの人見た方がいいな。え、なに、前科あり。なんもない、俺なんもないって。逃げようとしてない、逃げようとしてない。逃げたら公務執行妨害になります。逃げるなよ。ちょっと。ちょっと待って、草さん、この気絶ですね。今、ご飯です。この世界でってこと。え、なんだ、銃刀法違反。何もやってない。銃刀法でバトルアップ。便利は何で死んでる。あ、俺木こりだから。木こりか。そう、就労許可じゃないけど。これちょっと悪いことしてたから。あ、ってことね。結構一回もこれでは捕まってない。ほい、何さん。失礼しました。お前木以外殴りやもんな。うん、俺木以外殴ったことない。お背景に芋虫いる。いや、もう人がいすぎて出てこない。え、ハトいない。進撃の巨人出てこないよ。巨人の巨人いたって。誰こんな餌あげたの。取りすぎじゃない、このハト。誰ここでこんな餌あげたの。アンチリスナーじゃない。怪しいものないから解放されるとか息巻いてら。ピストル仕込まれてんのに。すいません。仕事入ったんで僕行っていい。わーって、ファン。やばい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 。あの人たち暴行ですよ。暴行拉致ですよ。暴行拉致。なんすか。証拠がないんで、どっちも証拠がないんで、今回は。ああ、本当に。証拠怖いわ、なんか。想像でそういうこと言うの。あ、ちょっと、くださんのちょっと残って、くださんちょっと残ってね。え、待ってよ、なんで手錠外れてる？あの人。誰も倒れてない、もうこれ。大丈夫ですか？え、ちょっと待って。え、待って。ベニーさん釈放っすか？めっちゃ釈放です。何も持ってなかったんすか？これ銃刀法違反って、銃はライセンスなしで所有は OK なんですよ。所有自体は。え？発砲がダメなんですよ。え？そうなの？斧は？銃刀の刀の方は、はいはいはい。そんなことなかったわ。あ、そんなことないか。ちょ、そんなことなかったわ。もうヘリ、ヘリ死んだ。そんなことないよね。ああ、よかったよかった。もう一人前になってくれよ。一回僕のこと殴ってもらっていい？一回殴るわ。え、待って、それ公務執行妨害なんない？あと。思い出した。ああ、よかった。栄冠としての心配。ああ、よかったよかった。ちょっとごめんなさい。一回撃てば。いいね、カナエさん。ナイト！ナイスショー、ナイスショー。カナエさんの AM の使い方はこういうところよ。アメリカのマスコット人形みたいなのは、何ヘリを沈ましてんの、お前は。あ、すいません、ヘリ沈ませました、すいません。なこれ、ヘリが沈みました。感情とかないんか。はい、すいません。お前いつ何やらかしててもその感じだな。いやいや、そんなことないですよ。すごいことしてるけどな。え、待って待って、ベニー薬持ってる。カナカナ薬持ってますよ。一回かからったらこうなるからね。ちょっと待ってください。ごめんなさい、私を連れてった場所だけ覚えてませんか？知らねえよ。知るわけねえだろ。じゃあないよ。え、連れてった場所ってすぐ近くのコンビニじゃない？コンビニやね。真横のコンビニや。大丈夫？それだけは。てか、田代薬物で捕まるのいろいろまずくない？田代で。ベニさん、まっすぐ行ったコンビニにあるから。あ、OK です。目の前です、マジで。振り返って。クズハさんたちさ、はい。ちょっとこっち来てください。はい。死んでるやん。これは罪問われないよね、これ。会話ビスに、ウィスパイです。今ので死なん。ちょ。いや、これはでも乗ってる方がわかるから。他のギャングとの抗争って今されてます？どこがライバルとかあります？ごめんごめん。一回、田代離れさせた方がいいんじゃないか。田代、お前、傍観者だけど。田代、5! 目の前にダビルキーだ。田代、ハウス。ああ、まあこんくらいの距離ならまあただどこら辺をパトロールするかみたいなのは僕ら決めることなんで、なんかその活動域というかを教えてもらえると。めっちゃ聞いてるわ。後ろの場所はこの場所にノッショかなくて大丈夫。スプレーじゃ呼べねえから。おい、ババア、お前いつまで聞いてんだお前。やべえ、ババアが詰まって動けねえ。ちょ、待って、これ警察来るんじゃねえの。やべ、隠そう。今どこいんのみんな。ちょ待って、走れた。違う、肉回寝転んすなんか、気持ち悪いな。暑いからかな。違う
やばい、サイレン鳴らし始めた。ちょ、待って待って、これ早めにちょっと話つけよ。待って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 、ね、待って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 、あのおばさんだってさっき脅してたでしょ。警察の悪い部分も出てたよ。熱中症じゃない、待って、倒れつけたの。警察の悪い部分も出てしまったもん。俺らがゼロさんの手間を歩かせない。あのおばさんは俺らの話を、まあこれはちょっと熱中症で倒れたっぽいから、はいはい、熱中症ね、あれ。熱中症、熱中症、熱中症だよね、ゼロストさん。あ、引いてないよね。引いてない、引いてない、引いてない、引いてないやん。あ、オッケー、じゃあいいや。まあ俺見てないしな、殺人現場。あれ、は？どうだ？あ、なんか警察に捕まってね。なんか警察に捕まってるかも、目の前で。まっすぐ行ったら警察いるぞ。捕まってるやついるな。なんか捕まってるよな。え、あれ田代じゃねっていうか捕まってたの。田代？あれ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 。あ、あのクルメット絶対そう、絶対そう。ゼロストさん、ゼロストさん助けて、拉致されてます。なんかうちの島で好き勝手やってるみたいっすね。やってないです。さっきいましたよね、この辺。逃げたっすよね。何してたんすか。警察いるか見てました。海岸まで行くわ。海岸ってどこの？海岸、海岸、8201。クズハさんってこういうことする人なんですね。まさか拉致ってくるなんて思いませんでした。ここなんですか、お家。あ、はい。あなたさっき逃げましたよね。多分どっかのギャング、どっかのギャングですよね。誰か通報、誰か。あなたどっかのギャングですよね。警察呼んでください。誰かいないですか。ねえ、ギャングですよね。違います。いや、じゃあさっきなんで逃げたんですか。警察ですけど、これ今何やりました。なんか蹴った。あー、こいつなんか蹴ったうちのテリトリー荒らしてたんすよ。あー、じゃあ逮捕すわ、じゃあ逮捕すわ。荒らしてないです。あんたスプレー持ってたっしょ、スプレー。え、やってたよね、うちのイラストレーターなんで。スプレーで書いてるんすか。そうです。ペンタブとかじゃなくて。あ、そうです、この世界では。じゃあ本当のこと言わないと海に捨てますよ。いや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 、本当です、本当です。イラストレーターなんです。あ、そうですね。はい。あ、まあ現行犯みたいなとこっすね。じゃあ沈めるってことですね。了解です。次うちの島でやったらこれじゃ済まないっすよ。樋口くずはさんですね。はい、わかりました、覚えときます。あ、サンドイッチもらっていこうかな。すげえ、完全に埋まってる。何これ。もうやめてくださいね、うちの島荒らすの。わかりましたね。つかな、もうどこに埋まってるかもわかんないですよ。もううちの島荒らすんじゃないですよ。ちょっと待って、沈んで、どこどこ行った。ちょっと待って、わかんない。とりあえず海沈めといた。